はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。おお、なんかすごい、すごい。え？ない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 、何の爆発？タラです。本日はね、もう人気のねモッドをやってみようかなということで、呪術廻戦モッドをねやってみようかなと。あんまり俺こういうアニメ系のやんないんだけど、最近また見始めてね、ハマったので。これすごいんだけど、いろいろ選べるんですよ。まあやっぱね、最強でしょ。これ待って、これさ、ああ透け取るよ。五条さんになるといろんなことが、青とかにすると、おおすごいね、いいね。他には赤、ああすごいね。紫、おお領域展開、領域展開です。すごっ、何ここ。おもろー。キグロ、すげー、かわいい。おおすごいな。おこいつも出せんすよ。お前何者。顎すごいな、お前、顎すごいな。かっこよ。で、誰だお前は。なあ、君なんか強そうだね、すごくね。あらまあ、かっこいいね。さて始まりました、両面宿儺対五条悟。お互い見合っております。距離感を感じます。やはり因縁の対決というだけあって、早くやれ。おい、おお、え、黒曜石、おお、赤強すぎない？かっこいいな、ね。あー、やってる。おお、おほほほ、まさかの領域展開負け。おーおおおお、あ、まだ見ない見ない。おお、すごいね。おお、すごいね。さすがに宿儺1体と五条悟30体だったら、はあ、